はるか、遅い。はい、すみませんでした。単刀直入に言う。お前たちには半蔵学院という前任の忍び学校を攻めてもらう。攻める？目的は？目的は超秘伝忍法書の奪取。どうして超秘伝忍法書？より強い忍び部隊を作るためだ。それ以上は答えられないし、答える必要もない。襲撃作戦はそれぞれが小部隊を編成して行え。話は以上。さて、小部隊ね。誰を連れて行こうかしら。あら、あなたたち。はるか様のご命令の通り。そう。1週間前からです。1週間。あら、すっかり命令したのを忘れてたわ。まあ当然よね。私の可愛らしいピンク色の脳みそにはあんたたちみたいな薄汚い犬を覚えておくスペースなんて1ミリもないんだから。それじゃああんたたち薄汚い犬にはまた別の命令よ。お願いします。私を連れて行ってく。私もはるか様のために死なせてください。いえ、いっそ死ねと言ってください、はるか様。けがらわしい、触るな。もっともっと蹴ってください。その出発よ。10分で準備しなさい。はるか、お前の部隊はどこだ？いいのいいの、気にしないで。どっかに忍んでいるから。それでは作戦を確認する。お願いします。私もです。作戦が成功したらいつもよりもっと汚く罵ってください。いいわ、思い切り罵ってあげる。行くわよ。はるか様、この巻物何も書いてありません。このバカ犬、何勝手なことをして。あれ、くっ、
これは…か、体が…へぇーか、はるか…様…何するのよ犬の分…わかりま…か、体が勝手に…はるか様もうダメです。殺して。そんなことで、まだあんたたちに。バカ犬どもが！犬たちだけじゃない、他の小部隊もみんなおかしくなっている。はるか様、これ何なの？私、変なんだ。なんか血がざわざわして。未来、あんたもまさか。大丈夫、少し落ち着いてきたみたい。はるか様、一体何が起きてるの？私にもよくわからないわ。でもおそらく超秘伝忍法書が原因よ。未来、ここは撤収しましょう。超秘伝忍法書は奪ったことだし。でも小部隊のみんなは？私はもうダメだ。置いていくしかないわ。もし私たちの邪魔をするようなら、切るって。みんな仲間なんだよ。私たちの目的は超秘伝忍法書の奪取なのよ。それを邪魔するのなら仲間でも切るしかないわ。みんなだって分かってくれるわ。さあ、行くわよ。はるか、舞順次ちゃん、任務開始。やっほーら、やっやっ、ほーら、どうやっ、やっ、せっ、さあ、100連戦突破。かわいいじゃない。やっ、へっ、や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 っ、せっ、やっ、へっ、へっ、気持ちいい。やっ、せっ、やっ、かたぶるわ。もう終わりかしら。生きのいい子たちね。やっ、やっ、かわいいじゃない。
ぶってあげるわ。やった。殴ってあげるわ。ね、ちょっと早すぎよ。気付けてあげる。しつこいのはダメよ。悪い子ね。危ないよね。やっとね。みんな、ごめんね。こんなのって、私、仲間を切っちゃった。未来、ショックを受けてる場合じゃないわよ。早く蛇女に戻らないと。未来、蛇女までは別々に行動するわよ。その方が追ってから逃げやすいから。追ってって、まさか。そのまさか、だと思うわ。あの温泉で会った半蔵の5人、きっと彼女たちが追ってくる。